死にたくなけりゃ言うことを聞け。そいつをつけてな。あなたは機動兵団のレオカディオだ。光にさらされた者だけが光を撃てる。お前たちはもう覚醒者だ。俺に続け。異常については引き続き調査中です。あなたは先遣隊に接触、任務の確認をお願いします。おい、なんだ俺たちの任務は。新たな情報です。視察団に皇帝大至急保護を。もしお姫様を見かけたら確実に保護だぞ。いいな。状況の再確認です。現在タルパ労働区にて全部隊を6隊に分け調査ミッションを展開中。各隊隊長の指示に従ってください。別動の後方部隊は住民の避難を止まれ。何の用だ。私は要件なら私が決め。またお一人で。大丈夫ですか。しっかり。今食料と水をお持ちします。時間です。エメライン様、労働区の視察はここまでとしてください。支援物資が行き届いていないのです。ここの皆さんを助けなければいけません。その必要はありません。彼らは失われた世代なのですから。失われた世代。定職にもつかず結婚もせず子供も持たず消費もしない。自らの意志で社会との関わりを断ち命を人生を投げた者たちです。助ける必要などないのです。随分な言いようだな。誰だ。そうだな、ファントムとでも名乗ろうか。ファントムだと。次から次へと。お偉いさんも学者先生だから見て。ちょっと兄貴、牢屋にぶち込まれちゃう。お姫さん、民衆の決断。あんたと陛下のロイヤルウェディングのためじゃない。エメライン様、こちらへ。なけりゃ言うことを聞け。そいつをつけてな。あなたは機動兵団のレオカディオだ。光にさらされた者だけが光を撃てる。お前たちはもう覚醒者だ。俺に続け。取り込まれたんだ。あの女はもう人間じゃない。まさか戦えと。
っておけば甚大な被害が出る。覚悟を決めろ。すまない。よし、できないね。これで終わりだ。ダーリア。この光は私の後ろに守り抜く。ダーリア、私はどうしたら、どうしたらあなたを。